あ、うわかわいいな。みんなかわいくないですか。この街すごいですね。決めてよかったな。かわいい。もしもし、ミカちゃん。あ、真ん中、ここだよ。おはよう、よかった、間に合って。ねえねえ、辞書持ってる？今日は何や。おはようございます。それでは授業を始めます。1年間講義を担当します、小林です。桜井先生だったらさ、セクハラじゃなくない？例えば胸触られてもセクハラじゃない？わかるわかる。こちらもお決まりですか？でしょ。どの子がタイプ？あら、何が気に入らないの？いったーい。痛いじゃないですか。ねえ、私のどこが良かったの？声かな、声。ああ、私サッカーとか見に行かないから。また声枯れちゃうよ。